どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回は視界の伝え方で解決、見ることができる光栄対策となります。トライストリンガーを使っていると課題になってくるのは同じ光栄武器への対策かと思います。ですが対策といってもリッターがいた場合とバレルスピナーがいた場合では全く行動の対策は変わりますよね。そこで今回は相手の光栄がいた時にできる基本的な視界を使った対策についてお話をしていきたいと思います。視界で対策なんてできるのと思われるかもしれないんですが、生存や抑え方が変わりますので、ぜひ最後まで見てもらえると嬉しいです。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。光栄の対策は視界対策が基本となります。基本と言いましたが、これは相手の攻撃を避けながら動くためとなります。光栄の基本は相手に気づかれにくい場所から一気に攻撃することが大事になります。なので壁や障害物に隠れながら攻撃してきます。隠れながらの攻撃をしてくるため、光栄の位置が把握できないまま一方的にやられるということはよくあります。うまい光栄ほどポジションも変わりますし、よく動いて撹乱します。ですが光栄の位置が特定できている場合はどうでしょうか。意外と隠れながら攻撃をやり過ごせるかと思います。このように視界に光栄を入れていれば対策は可能となるわけです。あとはゲームスピードや連動で難易度が上がります。先に見つけて隠れてしまえばこちらは攻撃を受けることがありませんからね。これが光栄対策の基本という理由です。それでは対策の基本についてお話はできましたので、次は具体的な方法を紹介したいと思います。視界の使い方としては、まず中心人物を決めるということが重要です。一番簡単な決め方は最長射程の武器に絞ることです。弓で最長射程の武器となるとハイドラやバレルなどのミラー武器、またはリッターが挙げられます。単純に射程が脅威になる相手をマッチング中に見るべき中心人物にしていてください。では中心人物を決める理由は何でしょうか。それは相手の最長射程武器の動きを抑え込むためとなります。まず光栄の対策というのは一方的に攻撃させないことです。そのためには光栄が光栄を抑え込むことが重要となります。まず対策の中心になる人物をしっかりマッチングした時に決め、立ち位置を追うようにしましょう。光栄が動けなければ一人いないのと一緒なので、とても大事なことです。また中心人物を決めることに関しては次の項目で重要な役割があります。では次行きましょう。中心人物を決めたら次にすることは必ず画面内に収めるということです。ずっと光栄だけを見るということではないです。これは光栄を相手にしながら、さらに全員にもちょっかいを出すための視界の使い方となります。中心人物を視界に入れずに前衛処理をした場合は体を隠すことが忘れていたりするため、相手の光栄の的になってしまいます。さっきまで見てたのにやられて悔しくなるパターンですよね。よくあることなので気をつけたいです。ですが視野に光栄を入れ続けた場合、前衛と光栄のどちらも対応ができる状況になるため優先順位が決められます。要は一つの視界に敵を複数人入れて管理しようという方法です。ではなぜ前衛ではなく光栄を中心にするのでしょうか。それは前衛と違って行動範囲が絞りやすいからです。前衛は前後左右の動きが激しいですが、光栄はポジションで見れます。なので自然と光栄を見ていると前衛もしっかり視野に入れれるんですよね。中心人物が前衛でなく光栄なのはこれが理由になります。言ってしまえば光栄の攻撃は当たらなければ意味がないです。なので当たらないように視界に収めておけば避ける対策ができるというわけです。光栄の射線を通さないように視界に入れて動けばいいですからね。これができると隙を見つけて反撃もできます。この方法は上級者になればなるほど光栄として基本の視界の使い方にもなりますし、予測と経験値も合わさり強力になっていきます。睨み合いしてて動かない光栄ほど相手にしていて時間の無駄ですからね。視界に入れて他のことをしながら時を待ちましょう。続いては復帰後の話です。攻防戦が激しいといくら生存率が高くてもデスはします。
こういう時は腹筋の対策が重要です。ここまで視界の話をしてきましたが、ですすると後影の位置は変わっていますので探すことが大事になります。位置がわからないまま動いていると相手の後影から一方的に攻められて抑え込まれますので、まずはしっかり探しましょう。後影を見つけたら先ほど紹介した画面に収める方法を活用して押し返していきましょう。野放しの後影ほど厄介な相手はいないですからね。後影の攻撃を避けながら前衛を処理し、後影が一人になるようにしていきましょう。視界の話をしてきましたが、最後にこの視界について注意があります。それは対面を無理にしないということです。この視界の使い方はあくまで後影の動きを把握して自分が有利に動くための手段となります。対面を無理に仕掛けてですがかさむようであれば、それは視界の問題ではなく対面の問題になってしまいます。あくまでこの方法は対面を補助することが目的となりますので気をつけてください。ただこれに慣れてくると視野はとても広くなりますので練習はおすすめしたいところです。はい、ということで今回ここまでとなります。視界の使い方で解決、見ることでできる後影対策はいかがでしたでしょうか。今回は後影に特化した話をしましたが、自分が前衛の時も相手後影を意識して戦う際に使える方法となります。射程を覚えることも大事ですが、調整は相手も可能なので視界に入れてこちらが距離や壁を活用することが大事になります。一方的にやられている時は視野が狭かったり後影が見えてないこともあります。少しでも対策の参考になれば嬉しいです。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。